ユニオンスポルティーブクレテイユリュしたのはフランスクレテイを本拠地とするサッカークラブチーム。1936年総合スポーツクラブとして創設。わずか800人収納の小さなスタジアムスタッドでイマンを拠点とし、発足から30年間以上も地域リーグに所属していた。1962年に初めて全国リーグに昇格するも、 一シーズンで降格した。二度目の転機は1978年、4部リーグの新設に伴い、毎シーズンに昇格圏外であった7位であったにも、かかわらず、参加圏を得た。しかしながら、二シーズンを戦い、再び降格の浮き目にあっている。1983年、現在も使用する1万2000人以上収納の、スタッド・ドミニク・デュ・ボシェルへと拠点を変更。 二年後にはクレテイユに席を置く、別のスポーツクラブと合併し、水泳や自転車といった部門が新たに加わった。1988年には初めて二部に当たる、ディビジョンルエへ昇格。1999年から8シーズン連続で二部に在籍し、2005から06シーズンには、クラブ最高位である8位でシーズンを終えた。しかしながら、 翌2006から07シーズンに18位に沈み降格。この降格を機に二部在籍時には年平均4000人まで増えた観客動員数は2007から08シーズンに年平均420人にまで落ち込みその後も低調に推移している。愛称のレベリアーズは大牛を意味しロゴにもその頭部が描かれている。なしなし中選手の国籍表記はフィファの定めた 代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。